初めてのですね、アウトランダーで私ですね、軽井沢に来ています。今の高速道路を出ましてですね、このまあ今からですね、あの町の方に行くんですけども、途中で一度ですね、充電しまして、今はまあ降るということで、で今日はもう平日ということで非常に空いてるんで、快適な感じです。でこの車ね、本当に買う前にまあ乗った時にも感じたんですけども、非常にやはりなんていうのかな、コーナリングもいいのと、あとねよく言われているまあライボのね足回りがそのままあるということなんで、今ちょうどですね、今ちょうどコーナーこう来てるんですけども、ちょっと固めなんですよね。普通これだけのね、大きい SUV ですと、まあ、なんかボディが沈む感じがするんですけども、それが本当に全くない。だからなんとかな、沈まないんだよね。今これは3人乗ってます。助手席にカメラマン、そしてうちのスタッフがですね、カメラマンの後ろの後部座席に乗ってるんですけども、ですからね、バランス的には、ね、2対1ですよね。にもかかわらずですね、今上りであったんですけども、いい感じになります。そして今ですね、坂のですね、ちょうど頂点に来ました。ここからですね、軽井沢町までですね、まあこの下っていくんですけども、まあ今はまあ行きもあるわけでもないしね、道路が凍結してるわけでもないんで、で今日は非常にですね天気がいいんで快適ですよね。正直言ってボディが大きいんで、取り回しがね、都心ですと僕あんまりね、そのなんか大きいボディの車は普段乗ったことないんで、ちょっとストレスがあるんですけども、こういうとこ来ると全くない。今ちょうど下りコーナーね、コーナーっていうか、なってるんですけども、全くなんとは余裕があるというか、そしてコーナーからですね、立ち上がりもですねシュンとしてるんですよ。今これちょうど曲がっていきます。ここもですね、ほら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 、ちょっとね変えてみましょうか。ここで、はい、ノーマルから、はい、変えます。エコゴタルマックにちょっと変えました。これ非常にね、ほらほらほら、あ、なるほど、ノーマルからするとですね、閉まる感じがしますね。これは私もですね、三菱の松岡さんのですね、YouTube 見てですね、この辺をどういうふうに走れっていうのを納車する、まあ、半年近く来なかったんで、いろいろ見ていましたので、いいですね。おお、いい感じ。どうですか、お気持ちは。最高ですよ。最高ですか。ああ、まあ、もうせいじさ、もう帰りたくないっすね。いや、テリーさんとの相性どうですか。相性は普通だと思います。G2 で買ってるの。サラブレッドだから彼は優秀なんですよ。整理は走んなかったんですか。でもいいですよね、こういうところで余生を受けるのも。あまり走ってますよ、今のってね。ああ、どうしてたんだろうね。この子も本当はレースに出ようと思ってたんですね。じゃあ競走馬で、競走馬走ってたんですけど、あんまり走れなかったから結局勝てなかったんですね。簡単にそうです。なるほど。でも血統的には悪くないんですね、きっとね。まあね、競走馬だからね。じゃーん、どうでしょうかね、軽井沢のね、ちょっとこの高原で、これタープということなんですけども、ここでね
ちょっとコーヒーを飲んでるんですけども、本当にまあアウトランダーで東部今日から来てですね、馬に乗って美味しいコーヒー飲んでお腹空いて、本当に快適なドライブでした。皆さんもどうでしょうか。いいですよ。で本当によくここね一度来てみたいなと思ってたんで、本当になんか今日来れて嬉しい。またねアウトランダーが100点とすれば、清流ね、こちらにあるですねサラブレッドは300点です。